やべえのいるやべえの前転してきたやめてお前のサップ痛いんだよどうやって人がやられて嫌なことをしないって言われなかったあお前あれじゃん h p 少ないじゃんえー、頑張れ頑張れあいつを倒せああ <laughs> バカだなこの生主 <laughs> アホだな ランダム戦の勝った負けた本当に気にする意味がないから気にしなくていいと思う。もうむしろ話題にあげる必要性すらないと思うよ。いや、そんなこと言ったってボジャよ。お前勝ってるからそんなこと言えるやんけって言うと思うじゃん私の、えっ、ー、と、多くの勝率いくつかだと思いますか <laughs> はい。あのね、良ければ皆さん、私のスタッツを見て確認しに行ってください。ひどいもんですよ。<laughs> はい。 気にする必要なしです。勝率を気にしなきゃいけないときっていうの、もしくは気にする必要があるときって僕多分2パターンのどっちかだと思ってて、えっ、ー、と、自己、自己承認したいときか、他者評価を得たいときかな、多分どっちかなんですよ。勝率を得る、勝率が高くある必要があるときってで。自己承認っていうのはその、なんだろうな、その勝率が高いから、俺は強いぞ、みたいな感じで、 まあな、なんかいい、一個、一個ちょっと難しいなと。まあまあ,まあちょっと待って、その話は後でするとして。で、自己承認を得たいとき、そのゲームの勝率で。これに関してはまあ、勝率いるんですけど、まあなんか大変そうですよね、ゲームプレイするの。なんかもう頑張ってくださいって感じ。<laughs> 大変、大変だと思いますけど。特に、あのー、なんつうんだろう。あのー、なんだろうな。えっ、ー、とね。なんだろう、自己承認を得たい。 で、ゲームの勝率高めるって大変だよね。で、特にさ、将棋とかさ、完全にさ、結構実力が出てくるよな。個人の力がすごくでかい。あの個人の力がすごく強い影響を及ぼすゲームであったら、まだ勝率ってさ、すごく大事かもしれないけどさ、このゲームってチーム戦だから、マッチンの方が左右されるじゃない。で、ランダム戦ってさ、あの、まあ、ある程度のいろいろ均等になるように、あの、なんだろう、仕組み上はしてくれてるけどさ、腕まで。 入ってるあの均等にはしててくれてないわけじゃんその中でさ、勝率できそうって結構あの闇抱えそうなプレイしてますねって感じなんですけど、なんか頑張ってくださいって感じなんですけど、<laughs> 僕はそれ楽しくないなと思ってるんでやってないんですけど、うん。はい、そんな感じです。 で、もう一個、えっ、ー、と、他者評価を得たいとき、これは多分主にクラン戦ですよね。クラン戦がしたかったり、あの、自分が入りたい、クランに入りたいとあの、なんだろう、ここに入りたいっていうクランがあったときに、どうしてもその、じゃあ勝率出してくださいみたいなことを言われたときに、まあその他、他者評価っていうかその、まあ、分かりやすい数値っていうものが結構大事になってくるんで、ここに関してはしゃーない、かうん、その気持ちは分かるって感じ。だけど、だけど、僕もなんか言ってます、僕マアジトの時から言って、 てるんですけどちょっと VR はね、ちょっと,、v はねちょっと、またちょっと特殊なので、あの、てかト,トップすぎるってあれなんですけど、あの、本当に僕運よく入れたなって感じなんですけど、あの、なんてうんですかあの、勝率だけでね、多分選ばないですよ。あの、それなりなクランに行ったら。てか、v、VR も今期あの、空母乗りの人を、えー、募集してましたけど、結局、えっ、ー、と、まあ、あ足切りにはいます。その、勝率があまりにも低すぎたらね。 だけど、あの、その足切り道具にしか使われないんですよねしょ、勝率って。で、その後、ちゃんと面接とかをして、その試合に対する考え方とか、そのランダム戦での動かし方、それぞれの動かし方とかを見て、あの、この人と一緒にやっていけそうかなっていう信頼が取れるかどうかなんですよ、プレイに対して。で、そこで多分判断するんですよ、どのクランも。基本的にやっぱ7人で一緒にやっていくんで、その人信頼できなかったら戦えないんで。 ねえ、あの、敵とガッチリ戦わなきゃいけないのに内部で戦ってる場合じゃないじゃないですか、正直。<laughs> 7対7で戦うのに、その7が分裂してたら勝てるじゃん、勝てないわけだから、分裂しちゃダメだから、あの、一緒に、その、戦えるかみたいなことで多分、するんですよ。だから、あまりにね、勝率が高くても、なんか、プレイが微妙だったら多分落ちるし。もちろん見かけの評価は大事だけど、 他者評価大事だけど、他者評価よりも大事ってか意味がないわけでもないけど、もっと大事なものあると思うんですよね。 もっと大事なものがあるのに、なんかよくわからんその数字に踊らされて、なんか一喜一憂して、今日はダメだ、クソだ、クソだ、クソだ、つって、暴言吐き続けると、その暴言吐いてる言葉を聞いてるのって、ね、一番聞いてるの自分だから、自分のね、考え方にそこが入ってきて、暴言吐くようになっちゃう人になって、それで面接の時に暴言がポロって出たら、この人暴言言うから嫌だってなったらもうおしまいじゃんっていう感じになるので、うんだからね、あんま気にしない方がいいんじゃないかなって個人的に思うんですけど、ちなみに60%といった人は大間違いですよ。 僕,僕の多くの、えっ、ー、と、ティア7とティア8の勝率は50切ってますよ、普通に。それでもこんだけ関係ないじゃんっつって楽しんでますからね。まあ、逆に勝率気にしてないから楽しんだけど、もう総合はこれくらいありますけど、これも、まあね。ほら、44。37。すごくないこれ。<laughs> 平均 XP これくらいだけどね。っていう感じで、 ねランダム戦は勝率どうでもいいって言ってるプレイヤーなんで、まあ、あんまり賛同されないと思うんですけど、まあこれくらいの方が楽しいよっていう <laughs> ことですね。まあどうプレイするかは任せます。皆さんのゲームなので。ただ私みたいな人もいるよっていうことですね。どっちの方がいいですか自分で選んでください。勝率が全く意味ないとは言えんからね。意味がある時もあるからな。 あれ俺、付箋。俺、付箋どっかにやっ、あ,あ付箋がない。多くがこんなに低いのは多分ひっくり返せないからだと僕は思ってます。あのー、負け試合が負けになるっていう感じ。味方依存性がなんか高い気がする。文体組めば多分強いんだから、平均的に強いんだけど、なんか爆発的にドンみたいなのがない。肉ってさ、あの、その魚雷とかを使ってさ、突出するるき バーンってやれることできるじゃないてかなんかあの、なんだろうな。爆発的な攻撃力を一時的に出すことができるじゃないいろんな船、他の船って。多く出せないんだよね。どうやって出すのって感じ。ちょっと時間かけて、なんかペチペチダメージ与え続けるとかはできるんだけどさ。だからかなって思ってるんだけど。 あ、分隊だとく、あの、組んで、あの、なんだろう、粘り強く戦えて、なんかね、あの、魚雷、いやらしい魚雷があって、生き残る生存性に関しては結構高いから、この船。だから分隊とかは強いと思うよ。分隊組めば上がるんじゃないかな。だからね、勝率を手っ取り早く上げる方法がさ、強い仲間と組むっていう段階でさ、なんかもう勝率がその人の腕を評価してないよね。 一緒に組んでいろいろ知った上で、あの、学びになっていくっていう面もあるから、確実にっていうわけではないんだけどさ。まあ、なんだろうな。うん、あんま気にしなくていいんじゃないかな。ずっと言ってるんだけどね。でもみんな気にしちゃうよね。その気持ちも、まあ、わからんこともない。 そこにギュラ投げたの失敗かなてかこれティア 10? ティア9か。あ異論反論、異論反論、どうぞ、ご自由に。 で、こうやって、あの、さっきの戦闘で、ニックがいたらどうしますかみたいなコメントがあったと思うんだけど、えっと、まず、えっと、もう、マッチングの段階で、僕らを、僕を見つけることができる可能性のある船は、えっと、リストアップしときます。なんでかっていうと、これ、この前の生放送あ、公開収録の解説の時にも言ったんですけど、まず、駆逐の危険性を受けるときっていうのは、まず2、2個あって、あの、うん。あの、発見と、えー、大ダメージを受ける可能性のある船の2つなんですね。 他の鑑定に関してはもう動画見てください。動画にあるんで。で、えっ、ー、と、発見される可能性のあるものってのはも最初からわかるんで、だからある程度その段階でリストアップしておきます。だから、その段階でニックがいたら警戒は必要です。ただ警戒するだけで立ち回りはほとんど変わりません。僕はね。じゃ例えばこの辺のサップ持ってるし、 日順の方はやっぱり駆逐にとってはそれなりに脅威だし、ジャンバもま、戦艦の中では結構脅威ですよね。あと、ジョージアも足が速くて、副砲がある、複方が長い船なので、あれなんですよ、あの、この子が大ダメージ出せないんですよねっていうのは、なんか特徴はザーッとこのマッチング画面の時に見ておきます。で、多分僕を見つけることができるのがこの辺で赤月若干隠蔽あるかなって感じだと思うんですけど、足速いんだね、赤月ってね。まあ、この辺かなこの辺は気をつけなきゃいけないね、みたいなのはなんとなくは思っておきますよ。それくらいかな。 あ、これミスったかもしれんない。例えばここを今こっち刺してて7.5よりも近くにいて、ここで見つかったらさっきも言ったけど、サップ持ってるこいつに大ダメージ食らいますよね。この状態でこの、まだ前転をしてるっていうのは正直微妙な動きだと思います。いやー。 で、大体ダメージ食らってる時っていうのが無理、なんか間違った動きしてる時なんですよね。今の多分魚雷嫌いも、元はといえば、あの、一生懸命ここで、なんかこっちに火事切っちゃってたけど、そこから点出しなきゃいけなかったっていう状況で、こう、航路が縛られたところに魚雷飛んできたから食らったんですよね。あ、元々こうじゃなくて、こっち行ってたら、もっと安全にこう、あの、ダメージも食らうことなかったよねっていうところで。あ、駆逐ってすごくわかりやすくて、あの、ダメージ食らった時が大体反省ポイントなんで、反省していきましょうっていう。 反省なんかね失敗したらダメじゃないかって言うんだけど、あの失敗せずに最初から失敗を何もしない人なんていないからね。ランダム戦で失敗せずにどこで失敗するんですかって感じなんで、失敗していいと思います。あもしくはね、あのたくさん、なんかちゃんとうまい人の話とか、 まあね、あの、うまい人の配信とかをちゃんと見て、あの、うまい人がした失敗を絶対しないんだっていう感じで、めちゃくちゃ学習する人だったら、あの、まあ失敗しなくても上手くなっていけるかな。 とか、あと自分が一回出た戦場で、その自分、なんだろう、味方の動きとかもちゃんと知って、味方のミスとかもちゃんと見て、あ、この人はこうやったからミスしたんだな。自分はその時、そういう風にしないようにしようみたいな感じで、他の人からちゃんと学べる人だったら失敗せずにともう、うまくなっていけると思うんですけど、ゲームでそれやってる人どれくらいいるかなっていう、しかも別に趣味でやってるゲームで、そこまできっちりやるよりも失敗した方が楽じゃない楽しくないっていう感じなんで、失敗していいと思うんですよね。 もちろん成功す、なんか,なんか、なんか成長スピードとかそっちの方が早いし、なんか,か、どっちの方が賢いかって言われたら、ま、まだ方が賢いかなとは思うんですけど、そこまでしなくてよくないっていう。いや、もうして、してもらってもいいんだけど、っていうね、ふうに思ったりします。もっと楽しくやりたくないゲームだし。 あー、下手くそギュライだそうか、来てるかもうちょっと引きこもってるかなと思ったんだけど、まあ、そっか、でもこっち数多くて、こっち数少ないから、まあ、引くか。ランダム戦のギュライの流し方、今一応かな何んでね。クラン戦だったらまだなん,なんとか、でもやっぱ俺当てに行くギュライは下手なったや。 なんか難しいな。あの前に魚雷の当て方と説明したんですけど、そういう当て方なんですよね。なんかうまくいったぞ、これ。<laughs> なんかうまくいった。わーい。嬉しい。はい、フォーカス、フォーカス。浸水出ない、悲しい。 やべえのいるやべえの前転してきたやめてお前のサップ痛いんだよどうやって人がやられて嫌なことをしないって言われなかったあお前あれじゃん h p 少ないじゃんえい、ー、あっギア やめてーあ、痛そう、これ。おぉ、痛ああ、痛い。辛。よいしょ。 で、さっきさ、あの、相手のさ、サップ巡洋、あの、イ,イギリスじゃない、イタリア巡洋が4000ぐらいの時に打ち始めたじゃないですか。で、4000ぐらいで打ち始めて、えー、HP がこれくらい減ってるってか、あの、あの状況でよくこんだけのダメージで済んだなと思ってるんだけど、まあ、多分3000から5000ぐらいは喰らってもおかしくなかったですよね。こっちの HP5000 喰らうことに関して、相手の HP4000 を削るっていうのに、まあ、どうでしょうか。 払った費用に対して、あのー、見合ったものを得れてるでしょうかってなると、得れてないと思うんですよ、私は。だって、駆逐の4000と巡洋艦の5000、しかもその、ねえ、<laughs> えと、まあ、ね相性悪いっつっても隠したじゃないですか、ティア的に。ティア7の巡洋艦の5000と、あ、4000と、ティア8の駆逐艦の5000、 食らう可能性になったら5000ぐらいって、絶対こっちの方が価値高いですよね。だとしたら、あの場面では撃つべきじゃなかったんですよ。反省点としては。だから、あの、次からは、あの、あの状況でも、あの、撃つのはやめた方がいいね。もしくは、撃つんだとしても、かなりマップとかに気使って、防御姿勢とかをちゃんと使って、撃ち始めないと、あの、見合わないねっていうことが学べるじゃないですか。でもこれ失敗しなかったら、多分、学ばずに、なんとなく順要には撃っちゃダメじゃないみたいなところで止まるじゃないですか。 っていうね失敗した分だけ強くなればいいんだよサイヤ人みたいになんか死にかけになればなるほど強くなるみたいなみんなサイヤ人を目指せばいいんだよ んみんな静かだから、なんか大丈夫かな <laughs> なんか反応してよ <laughs>。みんな静かだから大丈夫かなと思ってめちゃくちゃ喋っちゃうじゃん。はい、こんばんは。なんかそういう学びをしてればいいんだよ、ランダム戦って。 連携取れないしはいそんな適当な感じでランダム戦やってる生主でございますどうもポジャですよろしくお願いしますいっぱいいっぱいコメントすればいいのにこれ打っちゃダメだな 打っちゃダメだったけど打ってよくなったなこういうあんま無茶聞かないんだよなこの船アタゴさんがいるのかキット持ってないので何とも言えないんですけど まず迷ったらどっちも乗っけてみたらいいと思います。で、あの、まず前提として、えー、防御砲火って空母がいなかったらあんまり役に立ちませんよねと。エンジンブーストは別に空母がいいようがいまかろうが役に立ちますよねと。まずその差がありますよね。だから、えっと、防御砲火を乗せるからには、あの、仮に空母がいなかった いない戦場を引く可能性もあるじゃないですか。その時のことも考えなきゃダメですね。まあ、それを回避する手段としては、あの、空母分隊行くんだら絶対アマッチするとかね。あとは、もう一個、あの、今、奇数ティアの方が空母マッチ引きにくくて、偶数ティアの方が空母マッチ引きやすいと思うんですよ。偶数ティアにしか空母がいないから。で、同数ティアマッチが結構、あの、するよっていう風に、今、調整入ってるんで。で、 キットってティア8ですよね。あ偶数ティアだから、空母とは出会いやすいってことですよね。だその辺も加味して、えー、エンジンブースを乗っけた方が、あの自分が戦況において、たくさん価値を出せるか、もしくは、えー、避けた。防御効果を持ってった方があの、自分の力がキットに乗った時に出せるか、あの考えて乗っけたらいいと思いますよ。 分かんなかったらどっちもやってみたら持ってないからね適当なこと言えないしね。だしあのこ,のこのゲーム環境が変わったりするんで。 だからね、一年前にポジシさん行ってたじゃないですかって言われても、いやそこから変わったんだよっていうのをせつ全部逐一説明できないんで、多分ある程度みんなに考えて、あの、選択できるようになってくれた方が僕はいいと思うんですよ。なので、あの、考える情報だけボコボコ渡していきますね。あの、自分で考えて、すべて全部考えろとは言いませんので、あの、考える材料はちゃんとボコボコ流していきますんで。 当たるあれ当たらないか有利かなこれで質問の答えになってるかなまだ欲しいまだ欲しかったらまだ欲しいって言ってもうちょっとはもうちょっと投げるから まだ欲しい場合はどこが欲しいかちょっと教えて欲しいかも。結構投げることが怪しくなってきている。ジョージアさんって何が嫌ってこいつクソ足早いんだよな。 逃げきれないんだけど、しかもなんか不幸もめっちゃいい感じに精度で飛んでくるし。やだ、この船。来ないで。いけー。足早い。 ああこれ右点じゃなくて左点で A 行きたかったなナイスーあ,りがとうあと少し私たちの勝利は目前 でも多分、そっちの方がみんなにとってもいいよね。なんか、全部ポジアさんに聞かないと分かりませんよりはさ、自分で考えて、こう、こう思いました、みたいなのができるようになった方がいいよね。絶対僕そっちの方がいいと思ってる人なんで。 多分、ポイント負けしてるんで、B に入りたがると思うんですよ。で、B に入られた時に多分、単純決戦すると、戦力差から多分死んじゃうんで、えー、多分、必要なのは2キャップだと思うんで、えっ、ー、と、無理に B 争いせずに、えー、A 行きます。B 取られても A 取れれば2キャップなんで。まあ、なんだったら、スポットして、打って、打って、キャップ止めて、欲しいなぁ。 ナイスいいねー回復すごいねー頑張れ頑張れあいつを倒せーあー <laughs> バカだな、この生主 <laughs> アホだな。 さんそういえばツリー紹介の動画出す予定ありますかあ、そう。出そうか。じゃあちょっと、一個紹介してみようか。どこがいい多分こういう機会じゃないとしないと思うんで、ちょっとリクエストください。どの釣りにする生放送を見てたりね。あと、僕のことをサブスクしてくれて、えー、そのサブスクの方のディスコードのチャンネルの方に。 チャンネルというかあの、テキストチャットにいる人には、なんかあの、あいいねみたいな感じで、あの、僕の行動が早くなります。<laughs> 応援してくれてるから。いや、あの、あれだよ、あの、僕に限らず、あの、好きな人が、好きな人ってあの、なんか恋愛とかじゃなくて、なんか、例えば配信とか、あとはなんか創作活動とか、なんかクリエイターとして活動してる人、好きな人がいた場合の、一番の、あれ、 あの、応援、応援ってか、一番この応援することができるのは、あの、コメントしたりとか、ね、そういうことなんで、あの、僕に限らず、あの、なんだろう、応援したいなっていう人がいたら、あの、応援したり、コメントしたりしてあげてね。絶対嬉しいから。ただ、あの、コメントを返すことを期待しちゃダメだよ。あの、レポン、レスポンス苦手な人がいるからね。 あの、私みたいに。私、あの、こうやって来たことに対して言葉で喋るの得意なんだけど、あの、文字で来たものを文字で返すのすごく苦手な人なんで。ね